愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太八冠が14日、名古屋で対局しました。止まるところを知らない藤井聡太フィーバーは、今年も早速いろいろな場所で沸き起こっています。14日、名古屋市内で行われた朝日杯将棋オープン戦。この対局は持ち時間が40分の早指し戦で、観戦が可能な公開対局です。去年優勝した藤井聡太八冠は、今回、羽生善治九段と並ぶ5回目の優勝を目指しています。瀬戸市出身の藤井聡太八冠、地元、愛知県への凱旋とあって、200人以上が熱戦を見守りました。藤井聡太八冠は、1回戦で斉藤慎太郎八段と対戦し勝利。続く2回戦は、増田康宏七段に苦戦しながらも勝利を収め、準決勝へと駒を進めました。本局は苦しい将棋ではあったが、準決勝に進むことができたので、次も精一杯頑張りたいと思います。藤井聡太八冠。朝日杯の準決勝と決勝は、2月10日、東京で行われます。先行販売で好評だった記念切手の追加販売が始まる。止まるところを知らない藤井聡太フィーバーはこんなところにも。史上初八冠達成と書かれた記念切手、先行販売で好評だったことを受け、こちらの郵便局では今日から追加販売が始まりました。上坂隆アナ。藤井聡太八冠の写真が入った記念切手は、去年12月、東海3県などで合わせて1万シートが先行販売されましたが、一部の郵便局では売り切れる事態に。15日から5000シートの追加販売が始まり、全国の一部郵便局や日本郵便のホームページでも購入できるようになりました。電話で在庫の問い合わせもあり、東海県外から購入しに来る客もいました。名古屋中央郵便局市川貴弘課長。名古屋市内の郵便局では、早速記念切手を購入する人の姿が見られました。感無量です。棋士なので指している姿が迫力がすごいなと思う。50代蟹江町から。売り切れたんですよ。岡崎はすぐ、当日で売り切れちゃって、2シート買った、息子の若と、60代岡崎氏から。後進の育成に貢献杉本師匠に、金シャチ賞。そんな藤井聡太八冠を育てた、師匠の杉本正隆八段。名古屋市は、後進の育成への貢献を称えようと、文化芸術特別表彰、金シャチ賞を創設。15日、授賞式が行われ、杉本八段が出席しました。指導者の方までスポットが当たるということは、指導者にとっても大変嬉しいこと。今後この賞を励みに、より指導に力を入れる人が増えていくかと思っています。藤井聡太八冠は永世称号のかかった防衛戦、タイトル戦が次々と行われる。今年も間違いなく私たちの期待通りの活躍をしてくれると思っています。藤井聡太八冠、21、八冠独占後に初めて地元で公開対局ファン、どんどん強くなってどこまで行くのか恐ろしい。将棋の藤井聡太八冠が14日、名古屋市内で行われたトーナメント戦、朝日杯将棋オープン戦で地元のファンも見守る中ベスト4進出を決めました。朝日杯将棋オープン戦は、持ち時間それぞれ40分の早指しで行われるトーナメント戦。14日に名古屋市内で行われた公開対局には、2年連続5回目の優勝を目指す藤井聡太八冠が登場。八冠独占後初めて地元での公開対局です。対局場と大盤解説会場、合わせて約370人の観客が見守る中、午前の本戦1回戦では斉藤慎太郎八段、30、と対戦し、藤井聡太八冠が92手で勝利。そして、午後からの準々決勝の相手は、去年も朝日杯で対戦した増田康弘七段、26、です。藤井聡太八冠、増田七段とは1年ぶりの対戦になりますが、昨年の対局でも強さを感じるところがあった。しっかり集中して臨みたい。対局は、互角の戦いが続く熱戦となりましたが、藤井聡太八冠が143手で勝ち、準決勝進出を決めました。藤井聡太八冠、苦しい将棋だったが準決勝に進むことができたので、次も精一杯頑張りたい。会場で対局を見守った藤井聡太八冠のファンは、滋賀県在住のファン、本当にハラハラする展開だったが、最後は勝ってくれて嬉しい、決勝会場の有楽町で優勝するのを楽しみにしている。
さらに、旧将棋マダム、ですよね。はい、そうです。ちゃんと、ではおなじみの熱烈ファン、将棋マダム、の姿が。名古屋市在住、将棋マダム。実力がますます向上してどんどん強くなって、どこまで行くのか恐ろしい。東京の朝日杯、決勝、もできたら行きたい。さらに、2日間通して最前列で対局を観戦し、実際に使われた将棋盤がもらえる特典付きのチケットを30万円で購入したファンは、京都府在住のファン、将棋の内容も見ながら表情を見ていたが、すごく緊迫感が伝わってきた。間近で見られたからこその楽しみもあってすごく良かった。チケット代30万円については、京都府在住のファン、正直、高い、金額としては高いと思ったけど、いい時間を過ごせたので良かった。藤井聡太八冠が、朝日杯、連覇となるか。注目の準決勝と決勝は、2月10日に東京で行われます。